なしで交流も、新しい通訳が素晴らしいんじゃないですか。日時間25日ワシントン DC の投手は24日、日時間25日、敵地、戦前に報道陣の取材に応じた。元通訳の容疑者が違法賭博の疑いで3月21日に解雇となってから1ヶ月ちょっとが経過、新たに通訳を務めるウィル・アヤトン氏を称賛する場面があった。大谷は試合中に通訳なしで同僚とコミュニケーションを取る機会が増え、新チームに馴染みつつある。米メディアから同僚と交流できていることを問われ、どうですかね。新しい通訳が素晴らしいんじゃないですか。ははと笑顔。アヤトン氏が真横にいる場面での回答。周囲の笑いを誘った。水原氏とは練習パートナー。運転手など通訳以上の関係を築いていた。まだ調査自体は続いているので、全部が終わったというわけではないですし、失った、それ以上にでも、チームメイト、チームもそうですけど、この件でサポートしてもらっている人がたくさんいるので。むしろそちらの方がありがたいな、そう感じる部分は多いかと思います。同僚からのサポートに感謝していた。フルカウント編集部。